こちらはそばのサラダです。で、おそばと、あと人参と、ベビーリーフが入っています。で、味付けはですね、タヒーニっていうごま、ローストしたごまでできたペーストのものと、あとお醤油とお酢と梅酢が入っています。はい。で、はい、じゃ次、こちらが大豆でできたベジミートの酢豚風です。最初にベジミートに生姜と醤油で下味をつけたものを片栗粉とじ粉で揚げました。で、お野菜は玉ねぎと人参とパプリカと干し椎茸、きくらげが入っています。まあ、お味、味付けは、まあ、酢豚風なので、生姜、ごま油、お醤油、お酢が入っています。で、あとは玄米です。